こんにちは、美容家の夏美です。今回はですね、最近使い切ったものやもうすぐ使い切りそうなスキンケアやコスメがちょっとたくさんあったので、それぞれ紹介していきたいなと思います。ちょっとすごい量が多くなっちゃったんですけど、スキンケア、ベースメイク、ヘアケアアイテムで14個ぐらい使い切ったものがあったので、それを紹介しますね。オーガニックのものだったり、ドクターズ系、あとドラッグストアでゲットできるプチプラとか、いろいろミックスになってます。使って良かったところとか、今後リピするかどうかなんてお話も含めながら紹介したいと思ってます。まずはクナイプの美容オイル、これがね、あとちょっとでなくなりそうですね。こんぐらい。これはほぼ毎日ブースターとして使っております。ブースターとして使う分には全然ベタベタしないし、これはやっぱ一つ使うのと使わないのではお肌のしっとり感とかふくら感とかが違うので、いつもこれを使っています。私オイル美容がすごい大好きなんですけど、多分このオイルが一番リピートしてるかなと思います。結構今使いたいオイルがあまりない時とか、欲しいタイミングで使ってみたオイルが売り切れちゃっていたりする時のつなぎとして使うことが多いですね。確か500円ぐらいですごいプチプラだし、ドラッグストアとかでも売ってるから、困った時はこのオイルにすごい助けてもらってます。で、今はアルジタルのブライトニングフェイスオイルのローズが欲しくって、でも結構入荷するとすぐ欠品しちゃうアイテムなので、なかなかタイミングが合わずゲットできていないんですね。なので、それをゲットできるまではとりあえずこのクナイプを使っていこうかなと思っています。で、そのオイルを使い切るタイミングでまたこのクナイプをリピートするんじゃないかなと思ってます。続いてはソフィーナの土台美容液です、ね、炭酸泡のムースの美容液ですごい有名だから知ってる人も多いかな。これはね、2月3月の肌がこう季節の変わり目で揺らぎやすい時期に朝だけ使ってました。これもブースターでスキンケアの一番最初に使うものなんですけど、朝一に使うと炭酸の効果ですごい肌の巡りがね良くなる感じがしたし、これだけでもうすごく肌がしっとり潤う感じもしました。ただ使ってみてそのリピートしたいって思えるような大きな変化っていうのはちょっと感じられなかったので、次リピートはしないかなと思います。結構もともと炭酸のスキンケアって私すごい好き で、最近ちゃんとアチャームから炭酸の美容液が似たようなのが出てたので、ちょっと次はそっちを使ってみたいなと思っているので、一旦これはリピートなしでいこうと思ってます。続いてさっき話題に出たチャントアチャーム、これの、ディープモイストローションも使い切りました。秋冬限定でかなりしっとり系のお化粧水で、一度漬けでね結構しっかり潤うなっていうのを感じながら、夜のスキンケアに使ってました。これはね季節柄、リピートは今のところなしで、また秋冬になってこのシリーズが出たらリピートするかもって感じです。結構このシリーズは秋冬になると毎回リピートしてて、通常のお化粧水も何度かリピートして使ってるんですけど、価格が確か2000円ちょっとぐらいで、150ml 入ってるので結構手頃で使いやすいっていうのが魅力で、オーガニックの化粧水の中だとやっぱこう手に取りやすいので、すごく保湿力も感じてたから結構リピートしてました。これからちょっと夏に向けては少しテクスチャが軽めのものをね選びたいなと思ってます。続いてはおなじみのマルティナのシアナの乳液ですね。シアバター配合のしっとり系の乳液で、すごく滑らかでお肌を守ってくれる救世主のような乳液です。これは朝晩両方使ってますね。で、もうなくなる前にもう一つリピート品をゲットしております。で、私スキンケア大好きで本当にいろんなものを使うんですけど、やっぱりいつも使っていて安心できるスキンケアのアイテムとこう組み合わせて新商品とかも使いたいなと思ってるので、この乳液は本当に毎日のスキンケアに欠かせないアイテムですね。続いては同じくマルティナです。
これはジンセナーのクリームですね。ジンセナーは初期のエイジングにすごくおすすめで、お肌に優しいアーモンド油とかビタミン C とかがたっぷり含まれている保湿のクリームです。私はね、これは夜に使ってました。実はまだちょっと残っているんですけど、結構サイズが大きいので、去年の年末ぐらいから、今の時期までずっと使えていました。結構重めのこっくり系のクリームだったので、夜のスキンケアにすごい良くて、オイルと混ぜて首元までマッサージをしたりするにも使ってました。これからの時期は、クリームをちょっと軽いものにしようかなと思ってるので、とりあえず一旦リピートはしない方向でいます。私マルティナのクリームはアイクリームをドシリーズで持ってるんですけど、それもすごくこっくり系のクリーム で目元だけじゃなくて顔全体にも使えるので、もしすごいこっくり系のケアがしたくなったら一旦それで代用しようと思ってます。続いてはですね、これもおなじみアルジタルのエキナセアクリームももうちょっとで使い切ります。チューブを絞る機械買わないと多分もう出ないんですけど、このクリームも本当にお守り的存在で、私は肌荒れしやすい時期とかによく使っています。特に生理前とか肌荒れするなっていうのが予想できる時はもうこのクリームに切り替えてますね。これは肌荒れをすごい繰り返しちゃう方にはすごくおすすめなので、やっぱり一つ持ってると安心かなって思うんですけど、ただちょっとでっかいんですよね。で、常にこのクリームは手元に置いておきたいんだけど、ちょっとやっぱサイズが大きいし毎日使うわけじゃないから、ミニサイズの500円ぐらいで売ってるんですけど、次はそれを買おうかなと思ってます。なのでサイズは変わっちゃうけど同じものをリピする予定でいます。続いてまだちょっと残ってるんですけど、ビフェスタのポイントメイク用のリムーバーです。これは本当何度もリピしてて、次も絶対リピしようと思ってるアイテムです。実は今リムーバーだとソフティモも使っているんですけど、両方使ってみたところ、こっちの方が私は好きだったので、やっぱ次もこれかなという感じです。これは完全に液体なんですけど、ソフティモの方は、乳液タイプなんですよ。でこうコットンに含ませた時に、乳液ってコットンに全部浸透するわけじゃないから、目元にのせた時に結構ベタっとくっついて目の中に入って染みちゃうことが結構多くって、でもこれはね、液体だからこう化粧水みたいにコットンに染み込むし、量をちゃんと調整すれば目に入って染みることもないので、これめちゃ使いやすかったから、またリピートしてアイメイクしっかりこれで落とそうと思ってます。続いてはメイク品いきます。まずはラロッシュポゼの UV デアエクセルプロテクショントーンアップです。トーンアップ下地ですね。もう絞ってもほとんど出ないのでほぼ使い切りです。これはもう何度リピートしたかわからないくらい本当にすっごいお気に入りです。毎日ではないんですけど、お肌のトーンをアップしたい時に使ってます。で最近はトーンアップだとファミュの We Love Sun っていうトーンアップ UV を使っているので、これが終わるタイミングでそっちに切り替えたんですけど、でもやっぱラロッシュポゼはすごく使い心地がいいし、肌も綺麗に仕上がるし、夏でも保湿力もすごく高くいい状態でいられるから、やっぱりリピートしようと思ってます。で、せっかくなので最近出たちょっとピンク色のローズっていうタイプがあるんですけど、そっちをゲットしてみようかなと思ってます。ちょっとテスター試してみたんですけど、血色感があってで程よくトーンアップするような感じでした。なので、色違いになるんですけど、これもリピートをする予定でいます。続いて同じラロッシュポゼからなんですけど、これ UV ケアのスプレーですね。プロテクションミストです。これも何度もリピートしていて、特にこれからの時期は紫外線がねどんどん強くなるので、秋口ぐらいまではずっとこれをリピートしようと思っています。ただこれ私本当にすごい量を使っているみたいで、本当にすぐなくなっちゃうんですよ。
で、まあ、ちょっとコスパを考えるとちょっと高いかなと思ったりもするので、もうこれは顔とか首デコルテ専用にして、まあ、体とか髪は別のちょっと安いやつ使おうかなって今ちょっと考えてるところです。まあ、本当に異常に減りが早くて、多分大量に全身使ってるからだと思うんですけど、もうこれ顔には本当におすすめで、あのメイクも崩れないし、ヒリヒリしたり乾燥したりもしないから、ぜひお顔の UV ケアにぜひ皆さんも活用してみてください。すごく持ち歩きやすいサイズ感なので、一つ持ってると日中のお直しの UV ケアにすごく便利かなと思います。はい、続いてはこれはファンデーションですね。 RMS ビューティーのアンカバーアップです。なんか光で蓋が見えない、このちょっとここに RMS って書いてあります。これはね、もう綺麗に使い切りました。これはファンデーションなんですけど、結構コンシーラーのようなカバー力もあるので、すごく気に入って使ってました。テクスチャーもなんか普通に使うとコンシーラーのようなちょっと硬さがあるし、少し温めて使うとファンデーションみたいにすごく伸びが良くなって、すごく使いたい場所とか質感によって結構使い分けもできて、すごく一つでこれ気に入ってました。でこれはもう絶対にいずれリピートする予定ではあるんですけど、ただ今ちょっと気になるファンデーションがたくさんありすぎて、新商品とかもいろいろ試したいので、そっちをまず優先しようかなと思ってます。で今気になってるファンデーションがファミュのクッションファンデとオサジから出てるスキンエフェクターっていうファンデーションを今狙っています。で今ベースは下地と気になるところに、まあ、ファンデかコンシーラーをつけるっていう感じなんですね。でもこれから紫外線がすごい強くなるから、下地の上に全顔ファンデーションでちょっと2層にしてブロックしたいなっていう気持ちがあって、まあ、全体塗り用にクッションファンデが欲しいのと、オサジのスキンエフェクターはちょっとこの RMS に似てるようなこういうタイプのファンデーションで結構カバー力があるそうなので、まあ、ちょっと商品的には似てるから一旦そっちを使ってみたいなという感じです。なので、まあ、使ったことのないファンデーションを試しつつも、またいつかこれも絶対リピートしようというふうに思っています。はい、でちょっと長くなっちゃってるんですけど、あと4つあります。ヘアケアなんですが、 N ドットのシアオイル、これがもうあとちょっとで終わっちゃいます。これはなんか美容院でポイントがたまってプレゼントでいただいて使っておりました。毎晩ね、髪の毛半乾きの状態で使って、その後にブローしてたんですけど、髪の毛すごくサラサラになるし、しっとりするけどベタベタしなくて、すごい使い心地良かったです。まあ、リピートに関してはとりあえずこれはしないかなという感じなんですが、結構今までもヘアオイルとか、まあ、ヘアケア系のものって毎回違うものを新しいものを使うようにしていて、今はジョバンニのヘアセラムがちょっと気になっているので、次はそれを使おうかなという感じです。まあ、いろんなもの試してまた戻ってくるかもしれないんですけど、こうスキンケアは慎重になるんですけど、ヘアケアは割といろんなものに幅広く挑戦したいみたいな、いろんなものをとにかく新しいのを使ってみたいっていう思いが結構あるので、これ使った後はちょっと新しいまた別のものを挑戦しようと思ってます。続いてヘアケアつながりで、パブリックオーガニックの、スーパーポジティブシャンプー、これも使い切りました。これは1500円とかだったかな、もうお値段以上すぎて絶対リピートします。もう最高に香りがいいし、泡立ちもいいし、オーガニックだし、もういいところがねいっぱい詰まってます。これを使うとね、なんか幸せホルモンの分泌がこうちょっと向上されるらしくて、今ちょっと気分も塞ぎがちなところだと思うので、これ香りものでリラックスしたいなと思っているので、すごくおすすめのシャンプーです。でまあ、オーガニックシャンプー、これを使い始めたのがきっかけなんですけど、いただき物でちょっと使ってるシャンプーとトリートメントがあるんですけど、それもオーガニックですっごい髪がサラサラになってよかったので、
ちはまた改めて別の動画で紹介しますね。続いてボディケアですね。エコストアのベビーオイルももうちょっとで使い切ります。これはね、アーモンド油とかが主成分になっていて、赤ちゃんでも使えるボディオイルですね。私はあの体とか、まあ、時には髪とかにもこのオイルを使っています。結構しっとりとしたオイルなんですが、結構乾燥するシーズンだとボディクリームに混ぜて全身に使ってました。ポンプ式なのでお風呂場で使う時も蓋の周りがベタベタしなくてすごく便利で気に入ってます。で、まあ、これからのシーズンは、まあ、ちょっと一回お休みしようかなと思っていて、で、まあ、全身に使えるオイルだと、まあ、コスメキッチンのコスキチオイル、ラベンダーのものが今気になっていて、そっちは顔と体、ほんと全身に使えるオイルで、質感も結構お水みたいにサラッとしてるので、まあ、これからの季節も使いやすいかなと思ってます。でね、これはもう1000円ぐらいで本当にお手頃だし、肌荒れすることなく保湿力もしっかり保ってくれるから、絶対また秋冬リピートすると思うんですけど、一旦これからの季節を考えるとお休みかなという感じで、別のものもちょっと試してみようと思っています。続いて最後ですね、アロマオイルなんですけど、 U&オイルのナイト、これも使い切りました。はい、このね、ナイトっていうオイルは、まあ、名前の通り、まあ、夜眠る前とかに使うオイルなんですけど、これをお肌に塗ってちょっとマッサージしたりとかリラックスをすると眠りにつきやすくなるので、すごくこれには助けられました。私結構不眠症であんまり寝つきも良くないんですけど、まあ、この香りを毎日嗅ぐようになって、眠る前に嗅ぐようになってから、こう脳が多分この香りは眠る前に嗅ぐ香りだって認識をしてくれたみたいで、まあ、習慣づいてこれを嗅いだ後はスーッと眠りに入りやすくなったので、これはこれからも欠かさず使っていきたいなと思ってます。で、普段はジュデイズスペシャルとかで U&オイルゲットしているんですけど、まあ、ちょっと1回欠品すると2ヶ月ぐらいに入ってこない商品だったりもするので、まあ、今店頭もね、買い物ちょっと難しい状況かと思うので、オンラインでゲットしようと思ってます、ね、今ちょっと大変な時期だから、香りの魔法でリラックスして落ち着いた日々を送りたいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回同じタイミングで使い切る着たアイテムが多かったので、今回はこういった動画で使い切り報告っていうのをしてみました。今後も使って良かったケア用品とかは動画を通して共有していきたいと思います。で、私のチャンネルではスキンケア講座とかメイクアップ講座っていう再生リストに、まあ、今回紹介したアイテムとかを使ったスキンケアやメイクのプロセスとかも紹介しているので、もしよろしければそちらもご覧ください。興味持っていただけたら、ぜひチャンネル登録もしてもらえたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。